冬の旅作品 89D911 はフランツ・シューベルトが1827年に作曲した連作歌曲集である。本作は1823年に作曲された美しき水車小屋の娘と同じくドイツの詩人ビルヘルム・ミューラーの詩集による2部に分かれた24の歌曲からなる。水車小屋が土手修行としてのさすらいをテーマにし、 徒定の若者の旅立ちから、粉屋の娘との出会い、恋と失恋、そして自殺を描いた古典的な時代背景をもとにした作品だったの対し、冬の旅では若者は最初から失恋した状態にあり、詳しい状況は語られないが街を捨てて、さすらいの旅を続けていくという内容であり、産業革命による都市への人口集中が始まったことで、 社会からの阻害という近代的意識を背景にしている。唯一の慰めである死を求めながらも旅を続ける若者の姿は現代を生きる人々にとっても強く訴えかけるものがあるとされ、一般に彼の三大歌曲集とされる陶作品及び美しき水車小屋の娘、白鳥の歌の中でもひときわ人気が高い。シューベルトの健康は 1823年に体調を崩し入院して以来加工に向かっていた。友人たちとの交流や旅行は彼を喜ばせたが体調は回復することはなく経済状態も困窮のまま性格も暗くなり次第に死について考えるようになる。とりわけベートーベンの死は彼に大きな打撃を与えた。シューベルトがミュラーの 冬の旅と出会ったのは1827年2月のことであった。シューベルトは前半12曲を完成させ友人たちに演奏したがあまりの内容の暗さに彼らも驚愕したという。友人の一人、フランツ・ショーバーがボダイジは気に入ったと口にするが精いっぱいであった。シューベルトはこの12曲で作品を完成としたが、 続編の存在を知った。彼は再び作曲に取り掛かり、続編の後半12曲を10月に完成させる。第1部は1828年1月に出版。第2部は彼の死後の12月に出版された。全体的に暗く絶望的な雰囲気に包まれた、音楽の中で時に蝶々の部分が現れるが、それは幻想かイロニーに過ぎず。 全24曲を通して甘い鑑賞に陥ることがない。ディートリ・ヒフィッシャー・ディスカウは演奏家はリーダーアーベントに心理的喜びだけを期待する聴衆に配慮せず、この曲が正しく演奏された時に呼び起こす凍りつくような印象を与えることを恐れてはいけないと語っている。約1時間15分。詩の順序はミュラーの原作とは異なっている。その理由は 以下の経緯による。1823年、ミュラーは12編の連作詞を、冬の旅として、同年発行のポケット年間、ウラーニアで発表した。1824年、ミュラーは、ウラーニアで発表した、冬の旅に12編を書き足した上で、既存の12編と書き足した12編の各編の順序を入れ替え、最終的に、全24編としてまとめ、 変歴ホルンブキの移行詩集に収めて出版した。1826年暮れから1827年の初め頃、シューベルトは友人、ショーバーの家で、ウラーニアで発表された、冬の旅だけを知った。1827年2月、シューベルトは、ウラーニアに掲載された、冬の旅12編への作曲を開始し、数週間で完成させた。 1827年の秋、シューベルトは、ヘンレキ・ホルン・ブキの移行詩集、全2巻、ビルヘルム・ミューラー編に収められた全24編の、冬の旅を知った。順序の並べ替えは、作曲済みの12編にも及んでいた。1827年9月30日、ミュラー没1827年10月、シューベルトは、ヘンレキ・ホルン・ブキの移行詩集で書き足された12編への、 作曲を開始した。何らかの理由により、作曲済みの十二編は第一部としてそのまま据え置き、書き足された十二編を独自の考えで並べ替えた。八百二十八年一月、ウラーニアの十二編に基づく、冬の旅、第一部が出版された。八百二十八年の秋、ヘンレキ・ホルンブッキの移行詩集で書き足された十二編に、基づく、冬の旅、 第2部の構成ずりが出た。1828年11月19日、シューベルト没1828年12月30日、ヘ歴ホルンブキの移行詩集で書き足された12編に基づく、冬の旅、第2部が出版。以下の題名に併記した括弧付き番号は、その題の詩が原作の何番目にあるのかを示している。第1部と第2部は、通して演奏される。 1. 1おやすみグーテナハト2カザミのハタダイベターファナ3凍った涙ゴフローナトレナン4氷結アースターン5ボダイジュデアリンデンバウム6溢れる涙バサーフルート7川の上でアウフデムフラッサ8海藻リュークブリック9オニビーリッシュと10急速ロスト11春の夢フラリングズトラウム12孤独アインザムキーット13郵便馬車大ポスト14シモーク等 デア・グライス・コフ15、カラス・ダイ・クロ16、最後の希望レッツ・テ・ホフン17、村にて、イン・ドーフは18、嵐の朝デア・スト・アミシャ・モルゲン19、幻トーシャング20、道しるべ、デア・ベークバイザー21、ヤドヤ・ガス・バーツ・ハウス22、ユーキ・ムート23、幻の太陽台ネベンソン年24、辻音楽師、デア・ライアーマンこの曲は、録音が非常に多く、多くが男性で歌われる。 代表的なものとしては、バリトンのディートリヒ・フィッシャー・ディースカウト、バスバリトンのハンス・ホッターによるものが挙げられる。前者は7回にわたって、録音を残していて、技巧的な歌唱が特徴。後者は素朴で、叙情的な歌唱で、1954年の録音が高く評価されることが多い。また、SP 時代のものでは、バリトンのゲルハルトヒッシュのものが名番とされている。 数少ない女性の録音の中では、メッドソプラノのクリスタ、ルートビヘアブリギッテファスベンダー、アルトのナタリー・シュトッツマンによるものなどが高い評価を受けている。ミュージシャンのスティングが辻音楽師を自分で英訳して歌っている。松本隆による現代日本語訳版もある。ありがとうございます。